はフランスで BNP パリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールドフィックス加盟業。ソジェン・ベルジックとは異なる。1852年、ペレール兄弟のクレディモビリエを創立した。クレディモビリエは、小額の株式、 社債を大規模に発行し大衆貯蓄をプールして産業金融と公共事業投資を国際的に展開する県営銀行となった。これに対抗するシンジケートが1855年に組織された。ロスチャイルド家を基軸とする同シンジケートには早々たるメンバーが揃っていた。ケスデパーニュグループ創業者の P でパリ割引銀行の返事アントウェルペンのカーン刑罰、 アライド・アイリッシュ銀行のエドワード、商工信用銀行の創立者タラボーなどが参加していたのである。1863年、同信時系統の大部分が、ジェネラルクレジットを資本金2億5000万フランでロンドンに創立。トーマス・ブラッシーがリーダーシップを取り、ジェネラルクレジットはエジプト、近闘で活躍した。1864年5月、 ソジェンがシンジケートを更新する形で創業。シュナイダーエレクトリックのウジェーヌが社長となった。ロスチャイルド家は出資をしなかったのにアルフォンス・ド・ロチルドを監査役につけた。広島戦争の翌年、短期資本の塊であったクレディモビリエが不動産投機に失敗し破産した。後に中国工業銀行がペレールの輪立ちを踏むことになる。無敵となったソジェンは、 金属工業の盛んなサンテティエンヌとクレルモンフェランに支店を出した。不婦戦争までにアルザスにも支店を出していた。1871年、初の海外支店をロンドンに開設した。1876年、イスマー・イール・パシャへの借還を回収できなくなった農業信用銀行が倒産した。この事件は50年後のクレディアグリコル誕生までにおいて、 フランス農業金融に対する最初の試練であった。農業信用銀行はクレディ・フォンシエの子会社であったので、親会社フォンシエは、スウェズ運河運用純益の担保権を実行していた。フォンシエは1852年サビエル・ブラニキが設立した。彼は、ポーランド立憲王国の貴族で、ロシアの圧政から逃れ、ボナパルト家やロスチャイルド家と親しくなった。フォンシエは、 開発業者がパリ改造の対価として受け取った土地を大規模に割り引いて国策企業に成長した。このようなフォンシエが借款を回収せぬまま終わるわけがなかった。1880年ドイツ帝国が北東アルザスの子会社を占めるか分離するかせよと命令してきたので1881年ソジェナルを独立させた。一方でオスマン債務管理局が発足して 再建回収の目途が立った。ソジェナルがドイツで勢力を拡大するにつれ、ドイツ系銀行が同局の開発利権に食い込んできた。1888年、ソジェンがオクタブ・オンベルグパッパを派遣して、インドシナ銀行の重役を任せた。三国干渉でフランス資本は関東に足がかりを得た。そして、ロキヨシ銀行の主導権を奪いかけたロシアを、 日露戦争が動揺させた。1906年、ソジェンはユニオンミニエールの設立に参加。1910年、子会社の北方銀行をロキヨシ銀行と合併。ソジェンは主導権を奪い返そうとするが、思うようにはいかなかった。ロシアはオスマンゼメやポーランド分割の時からプロイセンと交渉を持っており、サンクトペテルブルクの中央銀行に、 ロスチャイルドの代理人が送り込まれていた。1913年、ソジェンはドイツオリエントバンクのモロッコ支店を買収した。一方、インドシナ銀行の転身支店長だったペルノットが創立計画を立てていた中国工業銀行が同年に発足した。翌年に第一次世界大戦が勃発し、フランスは辛くも勝利した。ベルサイユ条約で、 アルザスロレーヌが戻ったのに、ソジェンとソジェナルは統合せず独立したままだった。中国工業銀行は、ロイズ銀行とコルレス関係にありながら資金難で、ペレール的な県営銀行路線を突き進んだ。ソジェナルは、ドイツで支店を出し続け、1926年、チューリッヒへ設置するまで勢いが続いた。ソジェンは1920年代に、 政府の景気を刺激されて成長できたが、世界恐慌には耐えかね、クレディリオネと経営拡大を自制する合意に達した。第二次世界大戦中のペタン政権下で産業金融を営む銀行は、支店開設と証券業務を禁じられた。1944年、バーデン銀行がソジェナルを吸収して、バーデン・アルザス銀行と解消させた。バーデン銀行は、ロスチャイルド家と、 ディスコントゲゼルシャフトが1870年に創立した。終戦して1945年12月、ソジェンとクレディリオネパリー割引銀行と国民商工業銀行が国有化された。オートバンクは理事会に席を占め、発言力を残した。バーデン・アルザス銀行はそのままだったので気ままに経営を拡大した。ソジェンも国有銀行として アルジェリアをはじめとする旧植民地へ支店を展開した。1955年バーデン・アルザス銀行が再びソジェンを名乗り地域開発会社を牽引した。1960年代はじめソジェンは政府のデフレ政策により融資額を厳しく制限された。1966年支店開設に事前承認が不要となった。 欧州経済共同体へ加入した1968年、政府が業務範囲の拡大を奨励するようになった。ソジェンはユーロダラーに活路を見出した。合衆国へ進出し、外為業務と小取引をターゲットに国際的な急成長を遂げた。世界が変動相場制となった1973年、ソジェンは株式の25%を従業員と限られた。 投資家に売却し、東京支店を開設した。さらに、フランス初のベンチャーキャピタルの設立を主導した。ソジェンは、主幹事として、アーノルド・スミスの US ナショナルにユーロ・ダラーを貸し付けて、いたが、倒産して750万ドルの損害を出した。それからは、コングロマリット化を推進した。1979年までに、ソジェンは、世界60カ国で200支店を持つ。 多国籍企業となっていたが、同年政府介入なしに増資できる法律が制定された。政府は92%も支配率を維持していたのに、画期的な出来事であった。1980年、ソジェンはイギリスブローカーを買収、同社のユーロ債取引を乗っ取った。ミッテラン大統領が出ると、ソジェンは1982年に再び完全国有化された。そして、 元 BNP 社長のジャックがソジェン社長となった。ソジェンは1984年に国際部門で240万ドルの損失を出したのに、投資銀行を志行してグローバルに大口顧客を探し回った。翌年に3.3万人をリストラして、デワレッジドバイアウト用の新会社を設立し、ベンチャーキャピタルを2倍に増資した。1986年にコアビタシオンとなり、 翌年、ソジェンは完全に民営化された。前後するが、ソジェンは1983年、ミューチュアルファンドを束ねるファンド・オブ・ファンズからおよそ400万ドルを請求された裁判で、判決に会計上の注意義務が存在しないことを認めさせた。これは1973年5月10日に原告が請求している金を ABN がパナマ国立銀行へ送ってしまい、 BCB 名義の特に信託というわけではない口座に振り込んだ事件であり、原告は犠牲信託を主張していた。ブラックマンデーの後ソジェンの株価は下がっていた。マルビエノがソジェン会長となった。法改正がパリ証券取引所に改革をもたらした。それまでフランスの証券会社は独占的にブローカー業務を営んでいた。しかし初めてソジェンが 証券会社を買収し、独占体制を切り崩した。ミッテランの続投が決まって、ソジェンの株価は急上昇し、この頃ジョルジュが少なくとも高企業2社に支えられて、ソジェン株の9.16%を取得したことを明らかにした。ソジェンは民間5社に相当割合の自社株を買わせて、乗っ取りを防いだ。1988年。 イギリスのアセットマネジメント会社を買収した。日本との関わりとしては、幕末の勘定奉行、小栗忠正と1864年に来日した、フランス講師レオン・ロッシュとの対談で、ヨーロッパにおいて、日本国際の応募者を募集する窓口となった。1866年、ソシエテ・ジェネラルのクーレ代表が来日し、小栗との間に3500万フランの、 借款契約が結ばれた。この借款を利用し、幕府は軍備を増強し、返済にはキーと茶などの輸出代金を充てるため、これらの輸出はすべてソシエテジェネラルを経由した。横須賀造船所は代表的な遺産である。東京オフショア市場の開設された1986年、ソシエテジェネラル証券東京支店も開設された。2010年、 ソシエテジェネラルアセットマネジメントとクレディ、アグリコルアセットマネジメントが合併し、アムンディジャパン株式会社に称号変更した。ありがとうございます。